センピリベ、バーチャル山梨 VTuber のイバンカです。今回はバーチャル山梨の出前を使ってみたいと思います。最近ですね、外に出てもレストランがやっていないということが多くてですね、バーチャル山梨でも出前というものが結構使われて始めてきているんですけども、今回はですね、バーチャル山梨の出前はどういうものがあるのかというのをですね、見ていきたいと思います。今回使うバーチャル山の出前のサービスは、このナンバフードというものです。ここで、バーチャル山で頼める出前のお店を見つけることができます。では、この食べ物のページを見ていきましょう。わー、いろんな種類がありますね。そうですね。今は、まあお昼なので、ファーストフードがいいかな。どんなのがあるんでしょうか。ファーストフードだけでも結構いろんなお店があるんですね。どれにしようかな。あ、ここにマックバーガーってのがありますね。なんかいかにも、このロゴもマクドナルドっぽい感じのやつですね。ちょっとこれ見てみましょうか。あー、シャウルマねー。あれ、ピザ。マックでピザ売ってますね。あれ、ちょっとお昼にピザは重いかな。ピザ売ってますけど。あれ、これバーガーはどこにあるんですかね。マックバーガーって書いてあったんですけど、ピザ屋かな。ピザ屋ですかね、これは。はい。なんかですね、インド料理が出てきましたね。これなんかあのチキンのビリヤニみたいなものとかもありますけども。まあ美味しそうなんですけど、すごい美味しそうなんですけど、これはマックでもバーガーでもないですね。このお店は何屋なんですかね。ピザ屋か。インド料理屋。ちょっと不思議な感じですね、これは。バーガーありましたね。結構美味しそうですね。あー、チキンバーガーか。なんかチキン美味しそうですね、結構。あー、どうしようかな。今日はフライドチキンにしましょうか。さて、フライドチキンはどこで売ってるんでしょうか。これは BFC。ビシケクフライドチキンとありますね。これはなんか、明らかに KFC みたいな気配がありますね。ちょっとこれ見てみましょうか。おー、結構美味しそう。でも、やっぱり、フライドチキンって言ったらバーレルですよね。あ、バーレルっぽいの来ましたね。個数は違いますけど、写真が全部同じですね。なんというか、写真が上の商品に比べてすごい、明らかに手作りですよね。逆に信頼できそうです。今日はちょっとお腹が空いているので、この一番左の16個入りのやつにしましょうか。値段がですね、480山梨ソムですので、だいたい日本円で630円くらいでしょうか。16個入りでこれならかなり安いですね。というわけで、これを飲みましょう。はい。というわけでいただきました。BFC、ビニール袋の紙袋が入っていて、中にチキンが入っているみたいです。紙ナプキンもついてきて、いい感じですね。ビニール袋の表面に、スパシーバザパクプキと書いてあって、これはロシア語で、お買い上げありがとうございますという意味なんですが、この袋はスーパーでもどこでも使われているものですね。経費削減といったところでしょうか。ビニール袋から出しました。油で濡れた紙袋が哀愁漂いますね。紙袋の中です。直接入っていたので濡れてたみたいですね。香ばしい香りが漂います。匂いは KFC っぽいですね。お皿に出してみました。一つ一つは小ぶりですね。形は手羽先の唐揚げっぽい感じですね。では、早速いただきたいと思います。いただきまーす。あ、結構辛いですね。特に辛いっていう表記はなかったんですけど、なんでしょう、バチャ山では、フライドチキンっていうのはもうデフォルトで辛いものなんですかね。あ、スパイスの効き方も日本と全然違いますね。なんていうか、まあ、はっきり言って KFC とは全然別物ですね。うん、けど、これはこれで美味しいですね。なんていうか、ご飯いけそうな感じの味ですね。
美味しい、美味しいですね。はい、今回はバチャ山で BFC の出前を頼みました。 BFC 以外でも結構いろんな種類があって、で、バチャ山なりの工夫がしてあるっていうものもたくさんあって、すごい楽しい感じでした。メニューにはですね、前に紹介したプログの出前も並んでましたので、今度頼んでみようかなと思います。フライドチキンがまだまだ全然残っていますので、これから残りを食べようかなと思います。それでは皆さん、次の動画をお楽しみに。パカパカー。